そういう被爆がとうとう住民のその日々の生活の中にまで広がった。福島原発を中心として20キロ30キロこの同心円状に放射能は広がらない、そんなことはチェルノブイリの事故ではっきりしとったわけです。そしてもう最初の段階からあの15日の日に飯舘村にまっすぐと放射能の風が吹き、そしてしんしんと雪が降り、飯舘村から福島県まで福島市まで汚染されることはみんなこれは知っておったことです。それを隠しながら20キロ30キロという線の中で安心です安心ですと繰り返していった今の国の在り方に非常に憤りを覚えます。先日も飯舘村に行ってまいりました。外貨カウンターが見たこともない100倍200倍の数値を経験してきました。そういう福島県を訪ねて改めて思ったのはですね、福島県というのは広い県だと思うとったら山が多いです。原発はここです。福島県は大きく3つに分かれる。この人口の少ない浜通り、そして人口が密集する福島市郡山市を組んだこの中通り、そして猪苗代湖を挟んで会津という盆地がある。この3つしかないわけですね。そして実はこの福島原発の放射能の汚染は飯舘村にとどまらず、この実は150万人が住む中通りに高濃度の汚染をもたらしております。福島の人たちはこういうものの見方をしていました。飯舘村に IAEA を連れてきて、全てのマスコミを飯舘村に集中させた。そのことの中で福島郡山のその放射能の汚染の状況が全くニュースにならない。見事に飯舘村に集中することによって、その大多数のこの150万人の中通りの人々を無視しながら、またはこの中通りの人々に非難が及ぶようなことがあってはならん、そのことが大前提として考えられておるんだなということを改めて知りました。絶対に放射能は漏れないって言ってた学者たちが、いざ放射能が漏れ出した途端に取り上げたのはこの図でした。放射能は絶対漏れませんと言いながら漏れ始めた途端に言うた言葉は、この図と比較しながら、皆さんが胸の X 線を集団検診で受ける50マイクロシーブルと 0.05 ミリシーブルというよりもまだまだはるか下だから大丈夫大丈夫ってこう言いました。しかし汚染が広がり、それをはるかに超え始めた途端に今度はこう言いました。いやいや、そんなもん大丈夫ですがな、 CT スキャンは 6.9ミリシーベルトですよ、それから見れば全く影響ありませんと言って、横並びの比較を一生懸命今もテレビでしております。しかしそれは根本的な間違いです。まず大きな間違いは何か。被爆の問題は先ほど小林先生も触れましたが、もう一つの問題は外部被爆と内部被爆という問題です。放射線を出すその物質が体の外にある場合は外部被爆、しかし問題はその自分の体内に取り込んでいった時に、その体内から自分の細胞を傷つけていく放射線が出続けるという内部被爆です。テレビに出ている学者や政府は内部被爆については一切触れようとしない。これが一つのポイントです。しかし被爆は足し算です。どうも東京大学の学者さんたちは足し算そのものができないらしい。自然から受ける放射線による被爆量、そして外部被爆、そして自分の体内に取り込む内部被爆、それを足し続けること、それからたかだか1時間にこんだけのシーベルトですから大丈夫ですよ、それは1時間の話ですから、そこで生活するためには24かけなあかんのです。さらにはそこでずっと日々生活をするならば、生活をする分足し続けなあかんのですよ。根本的に足し算というものをしないでですね、ただ横並びに比較して安全だ安全だって何を言うとんだ。特に内部被曝は食物連鎖による体内濃縮、これが最も問題です。先だって前線も先だって、
熊本の熊本教区がですね、ご延期事業として教区の日の集いで水俣の問題を取り上げていました。そして原田正純先生が来て講演をされておられました。改めて原田先生の話を聞きながら非常になるほどなと思ったのは、水俣病は公害の原点、なぜ公害の原点と言われるかといえば、それは食物連鎖による有機水銀の体内濃縮、日本の法律ではこれ以上薄めれば毒は毒ではない、流してもいい、こう言われるわけです。放射性物質も同じです。放射能に汚染されたあの水を、海は広いし大きいし、流してしまえば薄まるから大丈夫だって流した途端に国際世論がひっくり返りました。日本という国はテロ国家だというふうに変わったのはご存知ですか。確かに広いから希釈され薄くなる部分はある。しかし水俣病が私たちに教えてくれたのは、食物連鎖による毒物の体内濃縮です。そしてもう一点、なぜ公害の原点かと、それは水俣病の特徴であった有機水銀に汚染された魚を食べてから水俣病になったという中に、胎児性の水俣病が生まれたということです。なぜならば、もしも母親のその胎盤が親が取り込んだ毒をそのまま子供に受け渡してしまえば、その命は絶滅するわけでしょう。だから命はその胎盤によって次の命は守られてきている。それが魚も食っていない、その生まれたなりの子供がどうして水俣病なのか。実は無機水銀という自然界にある水銀は胎盤を通さない。つまり自然界にある毒物に対しては命は命を守る、それをきちっと胎盤が役割を果たしてきたわけじゃないですか。ところが自然界にない人間が作り上げた人工的な有機水銀はそれを毒だと胎盤は知ることがなく、命を守ることができなかった。それがまさに胎児性の水俣病が教えてくれたことです。その私たちが人工的に生み出したその人工的な放射能が体内濃縮をし、最後には私たちの食卓にやってくる、もうそういう時代を悲しいかな迎えてしまったわけです。そういう体内濃縮によってどれだけ薄めようが、順番に植物連鎖の頂点に向かってその放射能は濃縮されていく。そのことは私たちはきっちりとこれから生きていく中で肝に銘じなければならないんだと思います。内部被曝こそが大問題です。その内部被曝した放射性物質は体の甲状腺にたまり、または筋肉や骨にセシウムがたまる。特にこれからはセシウムを摂取することによって半減期30年60年になっても半分にしかならない、そういう物質が私たちのその命を襲いかかってくる。これは先ほど小林先生もお出しになりました放射線の人体の影響です。くどくは言いません。急性障害についてテレビたちに出ている学者たちの説明は微量だから大丈夫だと言い、そして私たちが最も危惧するその万発性や遺伝的障害については直ちに影響はないと、ただ繰り返すばかりの医者たち、今のテレビに出ている学者たちはある意味では親切を語っているわけです。私は法事の席なんかで看護婦さんなんかもらえたら必ずその場で聞きます。看護婦になる勉強の中で放射能は微量だから大丈夫だって一回でも聞いたことありますかって。そんなもんありませんよ。これは核燃サイクルに反対する医療従事者の会が出した非常に素晴らしいポスターでした。放射能は微量でも危険です。これは青森県の医者たちが自分の名前を出して、そして放射能の危険性を訴えたその内部被曝のを赤ちゃんの写真を取り上げながら訴えているものです。その内部被曝、万発性の被曝について国際放射線防護委員会 ICRP による勧告という形で国際的な決まりであり、国内的な決まりがきちっとあります。それは年間一般講習は1ミリシーベルト、これはどういう意味かというと2万人に1人ががんを発症するという意味です。被曝労働者の場合は50ミリシーベルト、
400人に1人がその放射線を受けたことによってがんを発症するということです。先ほど小林先生が言いました。ただし誰に当たるかはわからない、ロシアンルーレットの始まりです。緊急時の被爆労働者について100ミリで、これはつまり200人に1人ががんを発症するということです。ちょっと待ってください。これはですね、安全基準ではありません。くれぐれも間違えないでください。必ず微量でも影響が出ます。そのことを安全基準だと取って、1ミリシーベルト以下なら大丈夫なんだということでは絶対にないということです。つまりこの基準は許容量としての一つの目安です。ちょっとあんまりいい比較ではありませんが、交通事故による死者は年間4万人に1人、根本的に言うときますけれども、交通事故による死者と被爆労働による死者は全く意味が違います。それはなぜかといえば、交通事故は防ぐことができます。交通安全教育やさまざまな注意喚起によって抑えることができます。だけれども被爆労働は必ずこれだけの確率でそのことによってがんが発症する、これは決定的に違います。しかしただ単に見える形に一回置き換えるために、この交通事故による死者数4万人1人をちょっとここでは使ってみます。つまり1ミリシーベルトというのは交通事故死の2倍。どうですか、皆さんの周りに交通事故で亡くなった人の姿ってかろうじて少しは見えるんじゃないですか。それの2倍。被爆労働者に至っては400人に1人、つまり交通事故死の100倍の確率でそのことによってがんを発症する、こういうことです。ところが今回この福島原発の今回の緊急事態による措置ということで、一般公衆に対しては20ミリシーベルト、つまり交通事故死の40倍、そして被爆労働者は気がついたら250ミリシーベルト、80人に1人、交通事故死の500倍に、国際法も国内法も飛び越えて臨時の措置をしました。ここまでが科学の話です。しかしこういうことをしゃあないと言って認めるのか、私たちの暮らしを守るにはあることに目をつぶるのかということは、許容ということはこれは科学ではありません。私たちはどういう国を願うのか、私たちが生きるということはどういうことなのかに関わる問題です。はっきり言えば、誰かの命を奪いながら成り立つ生活を良しとするのかどうなのか、これは浄土の問題です。そのことだけはきちっと確認しないといけない。そういう中で今福島でその 中通りを中心にして大問題になっているのが、これ3月19日であるのはミスプリント、4月19日です、文部科学省の20ミリシーベルトまでを暫定規制値とするという子どもたちに対する屋外活動制限。この新聞の見出しは屋外活動制限で限界放射線量文科省 3.8 ミリシーベルトまで大丈夫だって書いたような見出しですけども、つまり20ミリシーベルトまで要は浴びたってええんだよっていうことを文科省が言った。1年間あたり20ミリ、1時間あたり 3.8 マイクロシーベルトの被曝を許容する、つまりしゃあないって認めなさい、そういうことです。それは放射線管理区域という定めがありまして、1時間あたり 0.6 マイクロシーベルトというものの一つの決まりがあります。それの6倍を子どもたちに浴びせていいっていうんです。放射線管理区域とはこのマーク、私たちがよく見る病院のレントゲン室の前にあるあのマークですよ。それは3ヶ月で 1.3 ミリシーベルト、1時間あたり 0.6 マイクロシーベルトを超える恐れのあるところは許可なくして立ち入りを禁ず、これが法律です。そしてそこに18歳以下を従事させてはならない、これの6倍の場所においても子どもたちを公害活動させてそのまま当たり前におってもいいってこういうわけでしょ。18歳以下を従事させてはならんのだ。そうすると先ほどの計算式に当てはめてみると、子どもたちに20ミリシーベルトを浴びせる、先ほどの先生がおっしゃった子どもたちの命がその低年齢になればなるほどその感受性は増えていきます。大雑把な計算ですよ、あくまでも大雑把に。成人よりも小学生の放射線に対する感受性は3倍です。そうすると1000人に1人は大人の話や、333人に1人の子供ががんを発症する。しかし
内部被曝はここまで考慮されていません。内部被曝も大雑把な話です。その外部による被曝と同時に呼吸によって水を飲むことによって食料によって自分たちの体内に放射性物質が蓄積し内部被曝をしていく。これは単純にざっくばらんにガサッと切って4倍、そうすると具体的には83人に1人の子供がこの放射線を浴びることによってがんを発症する。しかも県内 75% の学校、それが放射線管理区域をもうすでに超えている汚染なんですよ。そこに30万人の子供たちが放置されたまま、一体大人たちは何を守ってるんですか。子供たちの命よりも守っているのは何ですか。おそらく大人たちが守ろうとしているのはその中通りに避難を命じた時の金の計算をしとるんです。大人たちの都合が子供たちの命を切り捨てていく、それが今の実態です。現地に行ってこういう文章を手に入れました。郡山市の隣三春町の小学校2年生を連れていたお母さんが教育委員会から配られたと言って見せられた文章です。あなたの学校の地上 1メートルのところで2マイクロシーベルトです、1時間あたりというで、地上1センチのところで 2.2 マイクロシーベルトですというふうに報告された文章です。だからどうしたっちゅうやん。それが下に書いてあります。ここには今福島県が雇い入れている3人の放射線アドバイザー、大丈夫ですよ大丈夫ですよって言い続けている、その中の一人長崎大学の山下俊一さんがこういうふうに言うとんです。小学生の子供がいる、外で遊ばせても大丈夫なんでしょうか、普通に通学させるのも心配ですという質問に対して、1時間あたりの環境放射線量が10マイクロシーベルト以下であればもう外で遊ばせても大丈夫です、もちろん普段通りの通学も問題もありません、ただし指についた土をよく洗わせたり着ていた上着のほこりを払わせたりした方が良いかもしれません、とこう長崎大学の先生が言うとるから、これでいいやもなこう思います。1時間で10マイクロシーベルトは1年で53ミリシーベルト、これちゃんと計算してるんですよ。屋外に8時間、屋外に16時間という文科省の計算方式です。しかし、ここにはまだ内部被曝は加えられていない。内部被曝を考慮すれば200ミリを1年で超える。島橋さんは9年間で51ミリシーベルトですよ。一般の子供たちが被曝労働者の数倍にも及ぶようなものを1年間で浴びることを許容しなさい。そんなことできますか。つまりこの医者は8人に1人の子供ががんを発症することを容認しとるんですよ。そんな医者を信じることができますか。そんな国を私たちは信じることができますか。そういう大人の都合に今福島県の人々は振り回され続けながら本当に困り果てている。なぜこんなことになるのか。それは原発というものを取り巻いて大人社会が作った癒着の構造、電力会社とマスコミは2007年東京電力の広告費は286億円です。独占企業である電力会社がどうして286億もの広告費が必要なんや。しかも電力会社合計は1000億円を超える。そして電磁量を合わせると数千億円、2000数百億円になる。つまりマスコミにとって電力会社は最大のスポンサー、その最大のスポンサーに対して原発を批判することができない。だから安全です安全ですというただそれだけの情報を垂れ流す。さらには東京大学と東京電力の関係は研究費で東京大学の寄付口座として年間約5億円の研究費を払ってます。さらには先ほどの山下さんの長崎大学にはなんで東京電力が自分の管轄外の遠い離れた長崎大学に8000万円の寄付出しとるんや毎年。つまり全部この金をめぐって動いておるだけですよ。ゼネコンと電力会社、さらには公益法人への出資、そこに官僚が甘くなる。だから官僚はその自分たちの公益法人を守るために安全性なんか度外した形で甘い規制で認めていく。そして政党は電力会社の独占を認め、そして電気事業法という法律の中で資産の 8% の利益をきちっと法律で保障する。
それはそうでしょう。 8% の利益が保証されとるということは、自分たちの目の前に絶対に外れない当たりの宝くじが置いてあるということですよ。皆さん買いませんか？僕買いますよ絶対。そしてその莫大なお金を投資ながら、今度は地方自治体に電源散布交付金 で原発は麻薬です、一基建てると。それから電源散布金、散布交付金がどんどん減っていく中で、結局第2期第3期を増設して、最後は原発城下町にまかり取られている。そういうこの大人たちが作った癒着の構造の中で、学者は学者の命を捨て、人間であることも捨て、そして子どもたちの命を置き去りにしていく。その4月19日のその規制が出てすぐ2日後、福島のお母さんたちが持った集会の中身です。ちょっと待って、音が小さい。ちょっと待ってね。時間何分前ですか？もうアウト。あと5分。動かない。動かない。これだけ見て欲しかったのに。すみません。インターネットで見てください。そういうことに対して、内閣官房参与の小坂さんが、やはり20ミリシーベルトという基準について、私はそれを容認すれば私の学者生命は終わりだ、自分の子供をそういう目に合わせたくないと異論を唱え辞任されました。そしてそれは、その20ミリシーベルトを乳児や幼児や小学生に求めることは学問上の見地のみならず、私のヒューマニズムからしても受け入れ難いというふうにやめていかれました。そこに私は、あの小坂さんの涙の中に人間としての誇り、そして人間の命に働きかけてくる如来のその願いというものを、私はどこかで感じたように思います。ならばあと5分で、なぜ原発にここまでこだわっていくのか、そのことを2011年今年の3月30日亡くなられた高木仁三郎さんのことが天聖人語に取り上げられていました。私はそもそも原子力は電力として使うには無理なエネルギーだと感じています。それがある種の政治的圧力により強引に電力供給の主流に乗せられるとした、政治的圧力により電力供給の主流に乗せられようとした、それが実は核燃サイクルとプルサーマルというこの国策。しかし高速増殖炉が長いこと止まっとったもんですから、プルトニウムがどん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 日本の国には溜まっていく、格差殺に引っかかる、だからどうしようか、ウラン燃料と混ぜて燃やしてしまえ、これがプルサーマルでございます。ですから実はもともとは核燃料サイクル、それはサイクルにはなってません。天然ウランを取り出したところから実はプルトニウム製造に向かう一直線の路線です。この路線は原爆の作り方と全く同じ、つまりウラン原爆は広島型、プルトニウム原爆は長崎型、そうではない、高性能プルトニウム原爆を生み出していく中心の線のこの施設が全て日本の中にあるということです。つまり戦後の日本の姿というのは、非核三原則というものを堅持しながら、実は核武装というものの歩みをひたすら続けてきました。吉田茂政権は1952年5月に発足します。その際まず科学技術庁を設立いたします。科学技術庁は科学兵器を含む、核兵器を含む科学兵器原子力の開発研究を目的とする。もうすでに私たちがよく知っていた科学技術庁の設立案の中に核兵器を含むということが最初から書いてあります。そして中曽根康弘による原子力予算の上程、1950年3月2日、これは第二福竜丸が被爆したその翌日、初めてこの国の中に原子力予算が上程されて、同時に被爆によるその原爆反対運動が始まると同時に、この国は原子力を平和利用という形で同時スタートさせてしまった。中曽根康弘は回顧録の中でこう言います。私が戦争中海軍に動員されて高松にいた時、広島の原爆雲を見た。この時私は次の時代は原子力の時代などと直感した。あのキノコ熊の下でどれだけ多くの人が死んでいったのか、そんなことに全く意も介さず、次の時代は俺は原子力やるぞって、こういう政治家がこの戦後政治を牛耳ってきた。
そして岸信介政権が誕生します。岸信介はその自分が首相になった初めての正月、東海村を視察した際、原子力の技術はそれ自体、平和利用も兵器としての使用も共に可能である。どちらに用いるかは政策であり、国家意思の問題である。日本は国家国民の意思として原子力を兵器として利用しないことに決めているので、平和利用一本やりであるが、平和利用にせよその技術が進歩するにつれて兵器としての可能性は自動的に高まってくる。日本は核兵器は持たないが、潜在的可能性を高めることによって軍縮や核実験禁止問題などについて国際の場における発言力を強めることができる。はっきり言ってますがな、自衛のためであれば核保有は合憲である。この政府見解は現在まで変更されておりません。そして佐藤栄作政権が生まれ、佐藤栄作の、ノーベル平和賞に対する疑問、これもどうでもいい佐藤栄作政権は沖縄政権を比較へ導きました。しかし密約という問題がずっと取り上げられました。その元秘書官の日記が公表されております。ここには佐藤総理自身が核武装発言してやめようかということも漏らしていたという言葉が書いてあります。さらにはこの密約と非核政策を鮮明するということが公の場で取引になって、そして仕方なく非核三原則の堅持を国会で表明しましたが、その裏では外務省が核兵器製造能力を調査しておりました。それはもうすでに今から十数年前に毎日新聞が取り上げております。または防衛庁の核武装研究報告も1967年一般の書店に並べられてあります。これらはすでに、そしてこれは自衛隊にもこういう核が必要戦術を研究しているということが取り上げられているわけですよ。つまり佐藤栄作政権というのは表は非核三原則の堅持の表明をしましたけれども、裏の方針は核兵器開発のため原子炉や再処理工場は独自に建設するのではなく、原子力産業などの民間の施設を利用すればいいって、だから核開発に必要な施設を原子力産業のための施設として整備するよう政策的に誘導すればよい。これが現在行われ続けてきた国策としての核燃料サイクルです。そして中曽根自身がやはり核武装は5年で可能だったとこう言うてます。さらにはつい数年前、もう忘れましたけれども、鳩山という元首相が誕生して国連の演説の中で安保理と国連総会の2度にわたってオバマの核なき世界を目指すに全く我々も一緒に歩いていくという形で世界が称賛したあの時の演説、インターネットでもう一回よくご覧ください。どういう言葉が書いてあるのか。彼は我が国は核武装する能力を持ちながら日本はしなかったんですとこう言っています。核武装する能力を持ちながらということをつい前の首相が言っている国に私たちは今おるわけです。平和利用という名のもとに隠されたこの国の政治のその目指し続けてきたその国策である原子力政策のその破綻が今回の福島原発の事故であり、その事故によってどれだけの被爆者を毎日毎日生み出していくのか、一体被爆労働する人々のその被爆はどこまで上っていくのか、そして5年後10年後一体子どもたちの中にどんな異変が起こっていくのか、そういうことを私たちは目をそらさずに見ていかなければもうならない時代を迎えてしまったことに非常に大きな驚きと悲しみを持っております。すいません、時間超過しました。最後の部分はまた後の後シンポジウムの中で見ます。ありがとうございました。それでは引き続き小林さんに入っていただきまして、パネルディスカッションに移りたいと思います。